出てます。大体10分に1本ぐらいにはなってきてるのかな。投稿とかは6分ぐらいで、やっぱ短い、短いって言えばってわけでもないのか、16分に16分、まあ、単純にあれですね、私がすぐにできてないところもあるってことですね、まだ改善の余地はありそうですね。16が終わったら、こっから10秒一発ネタとかちょっと短いのが続くんで、こっからスプリントで一気に多分稼ぐ形になると思います。はぁ、長い。長いよ、これ。あと7時間 ?14、そうですね、あと7時間。長いな、こっから7時間。さあ、こっからスプリント勝負ですね。やっぱ30秒動画とかやとタクトが早いですね。ものの数分で登録は終わってきますね。200は登録っていけるのかな。さあ、10秒ネタとかこれやっぱすごいペースでいきましたね。お腹がついていかなかった。よし。とはいえ相当な数上がりましたね、これで。こっから新シリーズのやつですね。これ何言ってるんだろうね。はい。6時回りましたね。ですね、18時間20分経過しました。動画投稿数としては、今、229本目上げてる、129本目を上げてるところで、足して139本かっていう計算ですね。ちょっとまた、短いところのね、スパンが終わって、ちょっと長いところに入ってきたんで、ちょっとここら辺でね、少しずつ、と思ったんですけど、意外と3分とかの動画がこのシリーズ多いんだな。島ヶ原とか行ってたところのやつですね。結構細かく切ってましたもんね、あの動画。そして、皆さんお気づきだと思いますけど、ちょいちょいね、トイレに行く量がね、やっぱし多いなという。でもね、常にお腹の調子がね、緩んですよね。ダメだ、もう一回。それストックしてあったのもあと1本になってますね。6時もあったんでね。しんどい。まあ、ここでね、約8時間なんで、一回切ろうかな。これアップロードしたら一回切ろうかな。で、そのまますぐにね、撮っていきたいと思います。
一回切るって言ったら切ってなかったね。だいたい切ります。わっ、今18時40分ね、一回切りますね。ちょうどバイクがかっ飛ばしてきましたね。ということで18時42分、さあここから最終局面でございますね。その投資で上げてるやつだとこれが三振止めになってるのかな。残り6時間、切った5時間半かというところですね。さあどこまでいけるのかというところですね。233、300いけるのかな、怪しいなというところですね。さあまあ手付けの間にどん兵衛食べていこうと思いますよ。よし、今回はね、あれがね、きついってね、弁当買いに行ったりとかできませんからね。なんせ、その間もずっと、5分スパンとかですね、10分スパンでね、ずっと来るんで、10分以上家を開けれないですからね。いやー、これがしんどいな。まあもう、これやっとる間に2本、あげる段取りになりますもんね。まあ、西のね、ロンベ、特盛りね、買ってきたんでね、いただきたいと思います。いいね、やっぱ西がいいね。さあ。ライトつけ直してよいしょ、つけてもダメだな、めちゃめちゃ不健康そうな感じになっちゃってますけど、今ちょうど走行して243本来ましたね。時刻がちょうど8時ってことで残り4時間切りましたね。長いな、長いよこの企画、ずっとこの体勢ですよ。まあ寝ましたけどね、途中で仮眠取りましたけど、まあ、42番シリーズのね、なんかいろいろごっちゃごっちゃやったやつですね、東西南北駅、幹線制覇と、鴨駅とか、近鉄鴨駅間違えてしまったと、なんか伊賀鉄道ターミナル幹線制覇の旅と、桑名の新駅舎を見に行こうとかっていうのを全部混ぜたね、一色ターンにするっていうね、もうむちゃくちゃな企画でしたけど、あれのアップロードが終わったところですね。で、次が、そうするとあれか、急がば回りすぎたシリーズか。ああ、ということでこれもまたそうそうないです。これも全部いけそうな感じなのかな。今タクト的にはどれぐらいいってる？243でしょ。243で、作品数なんで、実際に上げてるのが、142か。142の152。152、20時間かける。120本ペースというので、そこからプラス140だから。一応、8分半か、8分半。寝とった時間とかも、加味しても、要は、その時間も、稼働のね、タクトに入れたとしても、8分半で来てるんで、まあ、あれ、寝ずに行けとったらどうなんだろうな、でも、寝てなかったらここまで、調子よく開けれないかもしれませんもんね。まあ大体、踏ん張ればな、7分ぐらいでいけるのかな。短い動画でっていうことですね。そうすると7分経つといけるのかなって感じですけど。重たい動画だともうちょっとかかると思います。多分1ギガ、2ギガぐらいのね、やつになってくるともっと全然かかると思います。今200メガとか400メガぐらいまでで、ね、抑えて、デコードしたらデータを送ってるんで。まあでもね、そんなでかいデータはね、基本的には、
YouTube に送る形になるのかな。まあ、で、画質的にはそこまで落ちるわけではないんで、多分 YouTube の方なんか多分、その元データを上げれるんで、多少画質はいいのかなと思いますけど、720ぐらいまではいけてるんで、普通に見ていただく分には問題ないと思います。まあ、元々使ってるカメラがね、これは、ここのカメラだけ 4K ですけど、あとはね、HD が必要ですんでね。